アメリカですって。そうだ、バスケットの国アメリカに行ってくる。アメリカでプロのバスケットボール選手になりたいんだ。すぐには通用しないかもしれない。でも本場のバスケに何年かもまれれば、俺は必ずものすごい選手になる自信はある。だからメタン、それまで待っていてほしいんだ。冗談じゃないわよ。何年かって一体何年なのよ。それはわからない。1年かもしれないし、10年以上かかるかもしれない。だが俺を信じてほしい。プロになって成功したら必ずお前を迎えに行くから。私にはそれまでミサオを守って独り身でいろってこと？そうしてくれたら嬉しい。ふざけないで。どこの世界にそんな都合のいい女がいるのよ。ねえ流星、アメリカは遠いんだよ。簡単には会いに行けないし、私がどんなにあなたのことが好きでも長い間会えずに離れて暮らしていたら気持ちも離れてしまうわ。日本のバスケットチームじゃダメなの？ダメだ、レベルが全然違うんだ。そう、わかったわ。あなたの夢を応援する、いつまででも待っているわ、なんて言うと思った。この大バカ野郎、身勝手にも程があるわ。女をなんだと思ってるの？女は男の思い通りに動くロボットじゃないんだよ。放っておかれたら寂しくもなるし、身も心も欲求不満になるし、歳も取るんだよ。メタン、あんたとはもう破局よ。アメリカでもメタリカでも好きなところに行っちまえ。嫌い嫌い大嫌いよ。別の男と付き合ってやるから。メタン、1週間後、結局あれから一度も連絡を取ってくれなかったな。メタン、最後に声だけでも聞きたかったよ。ふう、日本ともしばらくお別れか。なんだあれは、雲の上に誰かいるぞ。あれはメタン、メタンじゃないか。あいつ空が飛べたのか。横断幕を持っているぞ。ガーバーレメタン、ありがとう。グスン、俺頑張るよ。絶対にアメリカで夢を叶えるよ。そうしたらメタン、君を迎えに行く。そして結婚しよう。